ファストフード化とは評論家の三浦健が導入した概念。地方の郊外化の波によって日本の風景が均一化し地域の独自性が失われていくことをその象徴であるファストフードに例えてファストフードと呼んだ。ファストフード論は2000年から雑誌シーコ城を中心に連載され2004年にはファストフード化する日本。 公害化とその病理として新書にまとめられた。同書は、日本の0年代の批評において、公害というキーワードがもてはやされるきっかけとなった。ロードサイドに立ち並ぶファストフード店舗や、レンタルビデオショップ日本の公害化については、社会学者の宮台真司が犯罪との関係などを1990年代に論じていたが、三浦天はそれを暗黙に踏襲した上でより、 広範囲を議論の射程として、ファストフード化を論じた。三浦店によると、およそ1980年代以降の日本において、道路、鉄道が整備されて地方が都市化、工業化、郊外化、消費社会化し、ロードサイドにファストフード、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ファミリーレストランといった商業施設が立ち並んだことによって、地元の商店街は、 壊滅的な打撃を受け、このような変化は以下のような悪影響を及ぼしているという。ファストフード化という言葉は日本国外の事例に対して使用されることもある。三浦天は、下流社会という造語も発案しているが、これはファストフード化と密接に関係している。下流社会とは、階層上昇意識や労働、学習など、自分の人生全般に対する意欲が低いものの、 集団が出現した社会のことであり、カルーに属する人はしばしばその意欲の希薄さから低所得の非正規雇用で暮らしている場合が多いとしている。ここで日本経済のグローバル化という現象を社会構造的な面に注目すれば、カルー社会、地理的な面に注目すれば、ファストフード化というように整理することができる。具体的な次元での両者の関係性としては、 ファストフード化によって地方に立ち並ぶコンビニエンスストアやショッピングセンターではしばしば安価な労働力として非正規雇用者が使われていることが挙げられる。このほか、関連類似する概念として以下のものがある。三浦店はファストフード化した郊外に見られるような誰が関与しているのか不透明な生産、流通、消費のシステムよりも生産者、消費者の顔が はっきりと可視化された関係が重要であるとし、そのような気持ちを生む、ファストフードとは対極にあるようなフードを、スローフードと呼んでいる。批評家の東博は、ファストフード化と対になりそうな傾向として、ロハスブームが挙げられるが、反消費社会的な意味を持つロハス自身が、実質的には、消費社会における一つの記号になってしまっているという、意味では両者に違いはないとも言えるとしている。 評論家の宮崎哲也は著書新書365冊にてファストフード化する日本郊外化とその病理に最高評価のベストを与え今まで誰も考えていなかった体感治安の低下を招く動機の不透明な犯罪が郊外で頻発していることの意味を考察していると述べている他方で三浦天が否定的に論じる郊外の大型ショッピングセンターに 実際に足を運んで長時間滞在して訪問客やアーキテクチャを観察したところそこは閉塞感も人工的な印象もない快適な空間であるように思えると発言している。東ずまはそれほど経済的な余裕のない若年の小持ちの夫婦にとっては地方に展開される大型ショッピングモールは極めて快適で便利な存在であり 三浦天のファストフード化の主張は一面的すぎると述べている。また、ファストフード的なインフラストラクチャーに支えられた、それまでは文化であるとみなされていなかったようなものについての文化的な役割に改めて注目する必要があるとしている。後藤和友は三浦天のファストフード化の議論について、それは宮台真嗣や加山理科のナショナリズム論に、 イオングループの弊害を足しただけのものであり、いわゆるプチナショナリズムが地方で特に顕著に見られることの根拠となるデータが示されていなかったり、少年犯罪に関する資料の読み方が不適切であるなど思い込みで展開されているだけの稚拙な内容であると批判した。早見健郎は2006年から2007年頃に大ヒットした携帯小説とファストフードの神話性を指摘している。 それによると、携帯小説の物語の中での舞台として、しばしばファストフード的な郊外が選ばれているだけでなく、携帯小説のヒットの背景には、ファストフード的な社会構造があるとしている。また、携帯小説、ファストフードの両者ともにしばしば年長者から否定的なものとして論じられることが多いことについて、どちらも現代社会の要請によって新たに出現した文化、 環境であり、それらにネガティブな印象を受けるのは現代人の自己嫌悪の現れであるとした。文芸、音楽評論家の遠藤辻明は、公害化を肯定的に論じるか否定的に論じるかは、論者自身の年齢に依存する部分があるとする西田良介の指摘に触れ、その意味で公害化を否定的に論じるファストフード化の議論は、過去に存在した理想的な共同体の喪失を、 嘆くようなゼロ年代の昭和のスタルジーブームの感性と体になっていると述べている。ライターの長江明は犯罪発生件数関連のデータの取り扱い方に疑問を呈しているほか、地方において果たしてファストフード化する以外の選択肢があり得たのかと述べている。他方でそれまで否定的に論じられていなかった。 公害化の問題点をキャッチーなコピーを使って鮮やかに提示したと評価し、実際に地方へ出かけた際の実感としてファストフード化の感覚は理解できるとしている。評論家の宇野つ博は、宮城県石巻市では2011年の東北地方、太平洋沖地震による津波の被害を受ける前から、市街地の一部がシャッター通り化していたことに注目し、復興の際に、 戦後のような風景を再現しようとするのは困難であり、ファストフード的なコミュニティを再生する方向で考えた方がいいと、ファストフードを肯定的に捉えている。ライターの赤木智弘は、大型ショッピングモールの寝室などの郊外化は、大規模の駐車場があって1から2時間の買い物を楽しめる場を欲するというような地域住民のニーズが、開発側の利害と一致したによって生まれたものであると、 しファストフード化を否定的に論じる言説について、楽しそうに買い物をする地域住民たちの姿を直視していないのではないのかと批判している。このほ i ウィキペディア、アマゾン、楽天、食べログ、クックパッド、ヤフーニュースなどばかりが並ぶようになり、ネット空間もファストフード化しているとの指摘もある。ありがとうございます。